山田店長ですってことで、今日は令和2年、4月の6日、2020年ですね。朝の6時55分ってことで、入ってるかな、声が。ってことで、今日は月曜日ですね。週の始まり、月曜日ってことで、なんとか月曜日こぎつけました。 いやー、ですね、まずちょっとさっと言いたいんですけど、ちょっと朝から仕事頑張ってますけど、やっぱね、ちょっと佐賀県で出たんですね、昨日じゃない、ごめんなさい、おとつい土曜日かなんかにコロナが近所で出たんですね、みやき町ってところで、うちのすぐ近所なんですけど、おはようございます、ガラパゴス君。やっぱね、かなり影響が出た、一気に。東京とか関東の方がもう大変なのはもうニュースで知ってたんですけど、聞こえてます。やっぱね、一個出たことによって、もう佐賀の市内が半分死んでますね。死んでるって言い方も悪いけど、いや、もう減ってます。昨日も、うちではちょっと少なかったですね。まあ、売り上げは、まあ、売れはしましたけど、すっごい底知れぬ不安感。いやー、で、僕はそれでも大したことないと思ってるんですけど、そのコロナがね、そのインフルエンザとか比べてって。って思ってるんですが、そんな資料いくら出してもね、こっちのが死んでるとかなんとかとかさ、こっちのが大変とかさ、関係ないんですよ。もうフェーズが変わっとるんでね。で、日本がほら緊急事態宣言、を、6日にも発表ってことで、かなり厳しいなってくると思うんですね。うちね、商売して50年経つんですよ。もうそれこそオイルショックとかさ、バブルとかさ、もういろんなこと、バブル崩壊かとかね、リーマンショックもそうやろうし、いっぱい東日本も神戸も全部経験してきたんですよね。で、親父と昨日も話してたんですけど、今回が一番すごい不安、ちょっとレベルが違うよねってところを、ちょっとお互い共通認識で持ってます。どうなるんかなっていうね、思ってます。でも、俺はそれでもね、やっぱもう楽しむしかないと思ってるんですね。言い方悪いけど、よく言われるんですよ。楽しそうねとか。楽しくわけじゃなくて、僕はもう常にもう楽しもうと思ってるだけなんですね。この状況を楽しむ。コロナの状況を楽しむってちょっと不謹慎に聞こえるかもしれんけど、この状況、悪い状況も踏まえてね、さあどうやって生き残れるかっていうね、ゲームが好きなんで、ゲームと思ってますもん、本当に。このゲームをクリアっていうか、せめて生き残るサバイバルで、バッドエンディングにならない程度で、なんとかエンディングまでギリギリ持ちこたえる方法をね、なんとかゲームと思ってさ、攻略していこうと思ってます。ハッピーエンドね、ちょっとね、難しいんで、もうバッドエンドで死にましたとか、潰れましたってならない程度で、ギリギリの、下から3、4番目ぐらいの エンディングの方向でなんとかね、ちょっと弱気かもしれないんですけど、それぐらいの気持ちで楽しんでいこうと思ってます。もうとにかく楽しむ。すべての僕の資産を、お金じゃなくて、いろんな資産を駆使してね、やっていこうと思ってます。だからたこ焼き屋とかなんとかやとか、いろいろやっていこうかなと。それがどう効くのかよく分かんないけど、何もしないよりいいんでね、何もしないでいいんで、だから今日もね、思いっきり行ったろうかなと思ってます。ってことで、コロナ疲れてますけど、皆さんも疲れ、もう私よりもっと疲れてる方いっぱいおられると思います。昨日配達行った奥さんもね、その宮城町に配達に行ったら、もうその奥さんがもう寝られないっておっしゃってたから、もう夜も寝られないって。自分がかかったり、家族がかかったりしたらどうしようって、もうそれ初めて人の話聞いて、わあそうかと思ってね、昨日。なんかいろいろ言ったんですけど、奥さんにね。でもそれでもやっぱり当然不安は拭えないんでね。なんとかまた遊びに来てくださいって言ったけど、やっぱりコロナ怖いから来れないっておっしゃってたけど。でも本当に対策練って、なんとかね、この、ちょっときついゲームをクリアしたいなと、思ってます。ちょっと無理ゲーっぽいけどね。 クソゲーやんね、本当の。 ってことで、ちょっと明るい話題、ちょっとね、これいいなと思ったら言っていいですか。話変わりますけど、
ドーンってことで、なんとドバイで展示会をしたんじゃないかな。ですね、神奈川のフルハイトドアさんっていうところがですね、作られたんですけど、これを展示したんですね。クロコダイル本革仕様の900万円のドア、バカ売れって当然買ってくれてるのは中東の大金持ち、ドア900万円という価格に全く、驚かない大富豪ってことで、めちゃくちゃ売れたそうです。すごいね夢あるね。こういうニュース見るとすごい夢あるなと思った。日本製のね、こうね、こういう需要があるって、たかがドアからだからドアへというね、ブランドコンセプト掲げってことで、すごい。やっぱ日本人、普通のドアしか見えんけどね、これね900万、夢あるわ。俺もちょっとドバイに売れるような家具を作りたいなと思った、本当に。ちょっとそんなこともね、いろいろやってるんですけど、また集まって、その会があるんですよ、家具屋さんの会みたいな、メーカーのやつと集まっていろんな話してるけど、なかなか足並み揃わないんですよね。誰かが温度取って本当にお金出してバッて突っ込まんことにはできないんですけど、いやー、こんなん作ってみたいなと、いうふうに思ったんで、ちょっとね、こういう状況だからこそみんなでね、なんか面白いことをぶちまけようぜってことで、やっていきたいなと思います。100日後じゃなくて900万のドアね。 OKOK ちょっとね、いろんなイベントとかはちょっと本当自粛なってるんで、うちもちょっとゲーム会もね、やっぱりちょっと今考えてます。人集めて本当にそれでいいのかところで、ちょっと自粛の方向で考えてます。やっぱりちょっとやるべきじゃないかなと、状況がねと思ってます。だからね、ガラパゴス君もちょっとまた今回はいいんかもしれんけども、ちょっと面白いことやっていきたい。ネットでできると思うんでね、ネットとかなんとか家にいながらっていうところでなんかやっていきたいなと思ってますんで、ぜひぜひ今後の、山田店長の活躍を何の話してるか本当いつも分からんけども、すいませんね、書いてるでしょ、アドリブ思い込み適当なんで、ということでやっていきたいなと思います。900万のドアにね、もうすごい刺激されました、朝から。これはすごい、やっぱ海外に売るっていうのは夢なんで、これもやりたいんですね。まずはたこ焼き屋潰してから、次は海外っていうところでやっていきたいなというふうに思う山田店長でした。ってことで、なんとか皆さん、コロナ、みんなのね、力を結集して、なんとか早く収束させてね、昔というか今まで通りの普段通りの生活になるように頑張りましょう。ってことで、ピンチはチャンスですよ、ピンチはチャンス、こっからってことで、自分に言い聞かせつつ、一日一緒ってことで、4月6日、恐縮ございません。もう明るく楽しく元気よくですね、行きたいなと思います。今日は八代まで配達があります。ゲーム機取りに行きます。イエーイ、配達しがてらゲーム機増やします。どんどん行きます。山田店長でした。ありがとうございます。